近畿日本鉄道近畿日本鉄道の車両形式、ビスタカービスタカーとは近畿日本鉄道が保有、運用する電車のうち特急列車、または団体列車に使用される2階建て車両を連結している編成に与えられた愛称である。直訳すれば、長房車という意味である。この名称は近鉄の登録商標であるため他社が許可なく使用することはできない。 また本校では近畿日本鉄道直営であったバス部門が開発、導入した2階建てバス、ビスタコーチについても述べる。1958年に試作された近鉄1万系電車以降、主として特別急行列車、団体列車に用いられている。当初は大阪線、山田線で使用されていたが、2020年現在では、 名古屋線の全工事カーブの解消による21メートル車、入線可能化と標準規化、奈良、京都、柏原線の車両限界拡大と600ボルトから1500ボルトへの昇圧により、狂気線である南大阪、吉野線以外の標準規格線で使用されている。ピスタカーは当時、近鉄と競合関係にあった関西本線の、準急列車が検討していることに焦りを覚えた。 当時の近鉄社長、佐伯勲が、車両部に所属していた部下に発した号令が発端となり、開発が始まったとされる。部下には、藤縄育造や影山光一、赤尾孝の近藤つねがいて、これら社員の日本国外出張経験から2階建て車両の発想が生まれた。ビスタカーは長らく近鉄の象徴的存在であったが、 1980年代末から2000年代にかけては近鉄の車両規格では車内空間の余裕に乏しくまた居住性に難があったことから2万1000系アーバンライナー登場以降は後続の新型車両に主役の地位を譲った格好となっていたしかしビスタカー使用列車には V マークが時刻表に表記されるなど別格の扱いを受けており5万系 島風の登場によって2階建て特急車両が近鉄特急のフラッグシップとして返り咲くこととなった。以下の車両形式がこれにあたる。車両の詳細についてはは、それぞれの項目を参照。近鉄が特定の車両に対して相性をつけたのは、前年1957年に落成した6800系などに、ラビットカーと名付けたのが始まりであり。 ビスタカーはそれに次ぐ二例目であった。1万100系電車登場後、長年にわたって1万系を旧ビスタカー、1万100系を新ビスタカーと呼称していた。また、お々の、カーの部分を省略する通称も多用されていた。その後、3万系登場時には、1万100系と区別するため、ニュービスタカーの呼称が使用された。しかしこの区別では、ニュート、 真の意味が同じであり、不自然ということから、鉄道雑誌において、1万系を、ビスタイよ、1万100系を、ビスタツーヨ、3万系を、ビスタスリーよと呼称するようになった。ただし同士では、カーは省略するのが通常である。ファンの間での通称だが、後に、近鉄公式でも1万100系引退時のさよなら、運転の際には、 さよなら通用運転と銘打ったヘッドマークが作成されている。1万系の廃車から7年後に3万系が落成したため、1万系とは同時に在籍していない。そのため1万系の収益時には、ビスタイオと呼称されたことはなく、後継車両に対するレトロニムとしてそう呼ばれるようになった。5万系、島風はカフェ車両が2階建て構造であるが、独自の愛称を持つため、 ビスタカーとは名乗らず、ビスタカーのロゴも貼られていない。しかし、5万系の電算記号、SV は、島風ビスタカーに由来する。1万100系、近鉄3万系電車、近鉄2万100系電車、青空高安建尺にて、近鉄2万系電車、楽近鉄5万系電車、島風1万100系のロゴ1万系のものとは、異常が異なる。 二万百系の車体側面にも、同様のロゴが入っていた三万系のロゴ改装前は、前の二車種とは異なる。別の衣装のロゴが入っていた二万系のロゴ三万系のロゴと衣装は同一である。近鉄は鉄道における、ビスタカーの成功により、バス部門においても二階建てバスの企画を行った。近畿日本鉄道直営であったバス部門において、ビスタコーチと命名して様々な二階建てバスを、 導入した。特に初代ビスタコーチは近鉄の独自開発による日本初の2階建てバスとなった。他の事業者が輸入2階建てバスを導入したのに比べ近鉄では系列の近畿車用関係の深い日野自動車と連携し純国産の2階建てバスを次々と導入した点が画期的であった。ビスタコーチは日本における2階建てバス導入の講師として 他のバス事業者へも影響を及ぼし、日本の2階建てバスの歴史に大きな足跡を残した。1960年、近鉄は、日野自動車と近畿車両の協力を得て、日本初となる2階建てバス、ビスタコーチ KDD-60 型を開発。ベースシャーシは、センターアンダーフロアエンジンの日の BD を採用し、1台を大阪市内と、 石切神社前を結ぶ路線に導入した。後に登場する2階建てバスとは異なり、全部、後部は一般のバス同様の構造で、ホイールベース間のみが2階建てになっており、上降口,口はその2階建て部分の中央に設けられていた。2階席へは一旦後部客室に登り、さらに階段で2階席に登る方式であった。定員は座席のみで84名を確保した。 ステップドルーフの形状は、これもやはりアメリカのグレーハウンドラインに1954年から導入され、人気を博していた、レーモンドローイのスタイリングによる、ゼネラルモーターズのシーニクルーザに見られる。しかし、2階席をドーム風に仕立てたことと、1階席を設けたところが、近鉄流であった。1961年には改良量産型、 ビスタコーチ KDD-1 型を製造。ベースシャーシはリアエンジンの日の RC10。エンジンは日の DK20 型を採用した。さらにビスタコーチは乗降口がノンステップであったことから2階部分をなくしたノンステップバスも製造された。これらのバスは構造上ワンマン運転には対応できなかったため、1970年頃までに 引退し、系列の北日本観光自動車に移籍した。また、観光タイプのビスタコーチも企画されたが、実現しなかった。近畿車両のバス車体製造事業自体も、名神ハイウェイバスに参入した傘下の日本高速自動車向け高速バス車両などを製造したものの、1960年代中に撤退している。RE161 型2階建てバス試作車。 元近畿日本鉄道1982年には、再び日野自動車と組み、RE161 型路線バスシャーシをベースとした2階建てバスを製造した。車体はモノコック構造の1階部分にスケルトン構造の2階部分を組み合わせた。近鉄では路線バスでの使用を考えていたが、当時の規制では乗り合い登録の認可がおりず、観光バスとして使用した。 観光バス、ビスタカー日野、グランビュー1985年には、初の本格的2階建て観光バスとして、日野、グランビューが発売された。近鉄は、グランビューの第一号車を購入、これに鉄道と同じ、ビスタカーの愛称を付与して運行した。塗装デザインも日野自動車が用意したものをそのまま採用し、後のスーパーハイデッカー車にも、同様のデザインが取り入れられている。 近鉄が新車購入したグランビューは、後に天領バスの保有となり、同社で除籍席後は、日野自動車へ里帰りし、日野オートプラザで保存、展示されている。1997年、近鉄は夜行高速バスに収容力に優れた2階建てバスを導入したが、日野自動車がすでにグランビューの製造を終了していたため、三菱不走エアロキングが導入された。 近鉄バスでの三菱不装車の導入は珍しい事例だった。エアロキングは夜行高速路線用として投入され、収容力の高さを生かして利用者の多い路線に使用していたが2018年に運用を終了したため現存しなくなった。夜行高速用のエアロキングをオープントップバスに改造し、2014年7月から定期観光バス大阪スカイビスタとして 運行開始した。車体改造は東京特殊車体が担当。2019年時点で運行継続中である。ありがとうございます。